との後半の歌うようにと書いてあったりとかはちょっと昔よりはだいぶ音を、まあ、小さいというかそのあまり強く弾きすぎないようにこのどこだったっけこの43小節から50とかそのあたりかな、まあ、ここ好きなところだからなんかついなんか朗々と歌うように弾いてたんですけどなんかいまいちいい感じではなかったのでちょっと最近ここを弱めに弾いて弱めに弾きながらも歌うように弾きたいなとちょっと思ってますが、うん、まだピタッとこうすればいいというそういうのはちょっと分かんないです。